それにしてもいい天気になってよかったですね。学校で式を挙げるのは神父の方のご希望だそうですが。生徒は誰も来ていませんね。でも岡崎さんと渚さんはここにいます。指輪の形には二つの意味があります。一つは永遠、もう一つは完全。その指輪を交換することにより二人は生涯お互いに誠実であることを約束します。では私の言葉を復唱してください。私はこの指輪を私の永遠の愛を誓う印としてあなたに贈ります。校門に先回りするんだよ。誰よりも大きな声で見送ってやろうな、ルカ。はい。岡崎さん、これは ブヒ今日、藤林、お前ら買い物に行くんじゃなかったのか。ブヒ、うん、そのつもりだったんだけど。ねえ、朝起きてこれを見たら結婚式のことを思い出して、絶対にお祝いに駆けつけなくちゃって気がして。えっ、角原来てくださったんですか。なーに、暇だったからね。あちらさんご一行も。やっぱりお前も来てたか、娘よ。ほんと、当日になるまで結婚式のことを忘れてたなんて、どうかしてました。届いた、お前の思い、ちゃんとみんなに残ってたんだ。信じられないです。よかったな。岡崎さん、ん？いつか風子が話した岡崎さんの夢覚えてますか？夢？人手祭りの夢です。風子が一人で浜辺で遊んでたら岡崎さんが手を引っ張ってくれました。一人で何やってんだ、今日は人手祭りだぞって。岡崎さんと渚さんに出会ってからは本当にそんな毎日でした。いつも楽しい場所に風子を引っ張って行ってくれて、毎日がお祭りみたいでとても楽しかったです。ありがとうございました。風子、楽しかったです。岡崎さん、渚ちゃん、ここさ、どうかしましたか？なんだか悲しそう。聞いてください、ココさん。こんな風景を待ち焦がれていたやつがいたんだ。こんな日を目指して頑張ってたやつがいたんだ。たった一人でココさんへの祝福をたくさん集めたやつが。俺たちはそいつのことが好きだったから、本当に好きだったから。岡崎さんと渚ちゃんはずっとあの子と一緒にいてくれたんですね。俺たちがあいつといたのは楽しかったから、ただそれだけです。ここに集まってる奴らも同じです。だからコウコさん、あいつの思いの分までどうか幸せになってください。
The place changes and goes like a wind, like clouds, like the traces of the heart. おめでとう、お姉ちゃん。いつまでも幸せに。ずっと幸せに。くーちゃん。くーちゃんが、おめでとうって、いつまでも幸せにって、そう言ってくれました。多分、夢の中で祝福してくれたんだと思います。それが届いたんです。私たちが、幸せな気持ちで居続ければ、きっとあの子も幸せな気持ちでいられるって、今ではそう信じられます。